どうも、こんばんは。っていうか。こんばんは。今日は、全員で、私を除いて、5人の、アーティストの方に参加をしていただいて、みんなバラバラなんですよね、いるところが。それで、吉田さんは島根ですよね、今。で、私は実はローザンヌにいまして、ちょうど、こっち側っていうかな、窓から、レバン湖が見えるとこなんですけど、で、他のアーティストの方々も、それぞれ、ちょっと僕も今どこにいらっしゃるか、全然聞いてないんですけど、で、リモートならではの、ということだと思うんですけど、で、いよいよその、配信も明日2月14日で終了するんですが、2月14日っていうのはそもそもの会期なんですね。展覧会の、最終日になります。で、今日はすでにご覧いただいてるかどうか、あれですけれども、それぞれのアーティストの方の、構想ですとか、どういう作品を、考えていた、あるいはどういう展示を考えていたかっていう配信は、すでに、させていただいているので、今日はもちろんそういうことも触れますが、もうコロナ禍もその2年目入ってるんですけれども、そんな中ですでに、新しい仕事も始まってられると思うし、そういう今の、活動の現状というか、必ずしもその活動されているかどうかは別にしても、今の現状も含めて、語っていただきたいなと思ってますし、それから、札幌のこういうその中止とはいえ、特にこのサイエフ TV も本当に毎日、配信をしているこのプログラムも含めて、忌憚のないご意見というかな、もういただいて、これ、こういうのが、次の、4回目に続いていくっていうことにもなるとは思うんですけど、そういうふうな内容で進めさせていただきたいなというふうに思ってます。で、とりあえず一人ずつお話をいただいて、で、その後にフリーディスカッションっていうか、結局は一人ずつ話することになるので、共通のテーマですとかね、逆にアーティスト同士で聞いてみたいこととかっていうふうなことを、お話をして進めていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。で、まず、最初に諏訪地さんからちょっとお願いしたいなと思っておりまして、先ほどお話したように、そもそも、作品から入っていただいても構いませんし、あるいは、今の活動についても、すぐに入っていただいても構いません。で、それからその札幌のこういうプログラムについての感想も含めて、感想じゃないな、もうちょっとこう踏み込んだ、批評的な、その言葉もいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。あんまり喋んないと放送事故になっちゃう。ですね。僕は、今日の話っていうのは、サヤフでやる予定以外のことを話すっていうことだったので、今、同時進行で、いくつかの、ものが、プロジェクトが走ってるんですけど、そのことについてちょっとお話ししようかなというふうに思ってました。じゃあそれを見ながらちょっと簡単に説明しようかと思います。僕はですね、文筆業っていうか書評をやるようになって、それは5、6年前ぐらいからなんですけど、本もすごく縁がたくさんできて、で、今同時に出版予定が3つ走っていて、来年には5冊目の合集がスタンバイしているような状況なんですけれども、この本は、実は、赤字で示してありますけど、僕以外にも、このサヤフに、登場予定だった小田原のどかさんも寄稿されている、本なんですが、これが今月のちょうど1週間後ぐらい、
22日に発売予定のものです。これはなぜ戦争を描くのか、戦争を知らない表現者たちの歴史実践という本なんですけれども、まあ、これちょっといきなり、こう、なんていうのかな宣伝みたいになっちゃって、本当に申し訳ないんですけれども、なんで、わざわざ本の話をしようかと思ったかというと、この自粛の状況下で、もう絶滅寸前って言われていた普通の紙媒体の本が、実は息を吹き返しつつあって、また、ここ数年、小さな出版社、例えば一人でが、こう、立ち上げた出版社が、たくさん、こう、ある意味、こう、アート界隈に、登場するようになって、この水木書林っていう、若い出版社なんですけど、2018年に立ち上がった書店なんですけれども、こういうような、出版社が、たくさん、できつつあるっていうのが、すごく、今の状況を示していくのかなっていうふうには、思ってちょっと紹介しようと思いました。で、ここに、僕の、インタビューが入ってるんですけれども、そこで語っているのは、満蒙開拓団といった満州の、いわゆる、こう、なんていうのかな、日本人難民がすごい大量に、終戦と同時に、出たことがあるんですけれども、その時に、僕の、祖父の家族が、それに巻き込まれまして、ここで自分の家族のうち2名が隠ししてるんですね。そのことをこう追跡して、いわゆる海外のプロジェクトに、落とし込むっていうことを、2011年からずっとやっていて、今年でちょうど10年目になるんですけど、それのこう一段落ついた仕事について、語っています。どういうものかというと、ちょっと絵を見てもらえればすぐわかると思うんですが、ちょっと、次のものを見てください。これはエスキースです。ですね、満州で、こう、まあ、収容所に、僕のその家族っていうか、祖父の家族が収容されたんですけれども、その時に、うちの祖母が、まあ、発疹チフスっていう、いわゆるこう収容所病っていうふうにも言われるような、伝染病なんですけれども、それと、いわゆる栄養失調、もうほぼ餓死の状態で亡くなったんですが、その記録がほとんど残されていなくて、それをこう、父親の手記を頼りに、その、なんていうかな、満州をこう逃亡した、道行きを追跡して、それを、再現するっていうプロジェクトでした。次に行ってください。これが一つの結果としての絵なんですけれども、さっき非常に若い女性のその解剖図みたいなものだったんですが、いわゆるこう、よりしろとしてその現代の、同じような年齢の女性、健康な女性を最初に描いて、それをこう、同じ経験を絵の中でさせて、その、なんていうかな、祖母が亡くなった風景を再現するっていうプロジェクトでした。これはですね、今こう広島市現代美術館の方に収蔵されているんですけども、この制作の過程について詳しく先ほどの本で語っているので、気になった人はぜひ読んでみてください。まずこれが一つのプロジェクトで、このプロジェクトは実はまだ走り続けています。次行ってください。いきなりちょっと、柔らかい話になってしまうんですけれども、さっきのこうシリアスな、もの非常にこう、なんていうのかな、厳粛な話を扱う絵画制作とはまた別に、芸術探検隊カッコ仮ってなってるんですけど、これはなかなかこうチーム名が決まらなくて、まあ、いわゆるこう、いろんな芸術分野を探検するっていうか、いい大人が学習をし直すっていう、こう、ユニットを組んでいます。メンバーは、森岡義之さんっていう、森岡書店を主催している人です。まあ、どういう人かは、一冊の本を売る書店っていうものをコンセプトにして、銀座の方で書店を営んでいます。この人については、まあ、説明不要だと思うんで、この文章を読んでください。で、真ん中は僕で、
もう一人、右側にいるのは、猿山治さんといって、イメレイアウトスタジオに主催しているデザイナーさんです。いわゆる、こう、なんていうのかな、骨董ショーもやっています。ですね、あとは、こう、ミュージシャンでもあり、舞台演出もされている人です。この3人で、いわゆるあらゆるその芸術分野を、再検討するっていうか、一から、もうそもそも芸術とは何だっていうことを学び直すっていう、チームを作って、出版をこういわゆる紙媒体をこう舞台にして、研究をしています。ですね、これはまだあのコロナが深刻になる前、2019年の段階の風景なんですけれども、最初はこう生物画を、ね、生物画ってそもそもどういうジャンルのものでどういう由来のものかって考えてみたらね、いきなり生物化って何ですかって聞かれたら意外と答えられないと思います。それを再検討してもう勉強し直すっていうことなんですけれども、ここでは僕の研究室で、生物化の、基本であるコンポジションをみんなでやってみよう、要するにメンバーでこう変わる変わるそのモチーフを置いて非常にこうセンスが問われるものなんで、最初はもう楽しいイベントとしてやってたんですけど、こう、なんていうかな、お前はその程度かっていう感じで、いわゆるこう、なんかな、その人のこう美意識の程度がはっきりと出てしまうので、非常にこう、神経戦になって、次第にこう、なんていうかな、エキサイトしていったような記憶があります。これが2019年の12月の段階でした。はい、次行ってください。はい、こんな感じで、ああ、ダセーなとか言いながら、笑いながらこうやって見てました。これはですね、結局僕が生物画を描くところまで、七八点の生物画を描いて一応の区切りをつけたんですけど、これは芸術新潮っていう雑誌の2020年の6月号から8月号で、3号連続で短期集中連載をしました。このチームで次何やるのかっていうのは、実は生物画をもう一回やって、で、また次にの、分野っていうのはもう実は決まっているんですけれども、それは今年の秋ぐらいから、新しいテーマで走り出そうと思っています。そこは、どの媒体でやるかっていうのはまだ未定なんですけれども、交互期待ということで。はい、あ、これはですね、交互期待とか言っちゃったんですけれども、これは研究の過程で、いわゆるこう、理論の方、お勉強、いわゆるこう、なんていうのかな、ワークショップ的なことじゃなくて、学術的にどういう、生物化ってどういうふうに位置づけられてるのかっていうのを、国立西洋美術館の渡辺俊介主任研究員に教わりに行ったんです。我々、のこのこと。で、その時の、これは西洋美術館の、バックヤードにある図書室なんですけども、そこの写真です。いろいろ教わりました。まあ、これも芸術新潮のバックナンバーを読んでもらえれば詳しく書いてあります。はい、次行ってください。はい、これが最後ですね。まあ、こんな感じで書いた作品についていろいろ議論し合って、我々なりの、生物画ってどういうものであるかっていうのを、一つの、結論を得て、それでまたこれをまとめて本を作ろうということは今考えています。こんな感じでまたテーマを変えて、この探検隊をいろいろやろうと思っています。まあそんな感じで、今僕がやってることはこんな感じです。解除しない。どういうこと、はい、ちょっと固まっちゃったな。ちょっとお話して、私の方がね、実はミュートが解除しない。されてます？されてます？ミュートされてます？ミュート、私の声聞いてないの？入ってる？こっちは入ってます。あ、よかった。ちょっとすいません。Wi-Fi の具合がちょっといまいちだったんですけど、ありがとうございました。諏訪さんの、特に今、生物画、
生物学ってスティールライフっていう言い方するんですけど、意外と、まあ、間違ってたらあれですけど、意外と歴史はそんなに古くないはずなんですよね。例えば、おそらく17世紀以降だと思うんですけど、で、生物学ってなんとなく、ほら、まあ、まさにその、動かないっていうかな、その花だとか、あるいはその、何でしょう、その身の回りの、ものを、生きてるものじゃな、まあ、でも花はまあ生きてますけどね。だけど、そういうものに、実はいろんな、偶意的な意味を、その、込めてたいっていうのが、おそらくまあ、オランダですよね。ネーデルランドっていうか、オランダの、17世紀に風景画とか生物画っていう、もともとはその絵画って、主な主題っていうのは歴史とか神話とか、あるいは聖書とかっていうことだったんですけど、どちらかというとその生物画とか風景画っていうのは、まあ、その他に入ってたんですけどね、それが、主な主題になっていくっていう歴史があるんですけど、まあ、こういうのを、どういうんですかね、一度こう調べてみると当たり前だと思ってたようなことがいろいろこう、そうじゃなかったりっていうこともあるんですけど、でまあ今日そのイミジンゴ・ソワさんがその現在進行形のプロジェクトっていうかな、でまあアーティストっていうか表現者って、まあもちろん札幌に参加していただいてるからいただいたので、その札幌の仕事っていうのが一つこうもちろんメインになったりするんですけど、同時にそのやっぱりいろんな仕事を、いろんな、まあ、必ずしもその制作かも、制作だけじゃないかもしれませんけども、が進行してるっていう、それがまあ、非常にこう、よく分かったなっていう感じはするんですけど、じゃあ次は上村陽一さん、それから小金沢武人さん、このお二人が、実はユニットを組んで、プロジェクトしようとされてたりということ。まあ、これは、すでに作品の概要っていう、その配信を見ていただいた方にはお分かりだと思うんですけど、まあ、まずはその上村さんからちょっとお話をいただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。何について話せばいいんだろうか。ちょっと僕、何も資料とか用意してなくて、とりあえず、ここ1年ぐらいの感じを振り返ってみるのがいいのかな。なんか、僕、小金沢さんと天野さん、以外の方は今日が初めてお会いしたので、ちょっと、まあ、どういうことやってるかっていうことを含めて、ちょっと話していこうかなと思います。僕はフィールドレコーディングって言って、環境音を録音したりすることで、まあ、その音を素材に、インスタレーションを作ったりしてる、最近はしています。で、ただ大学は絵画家だったので、ビジュアルアートの作品ももちろん作ってきたんですけども、最近はそういう視覚的な要素と、聴覚的な要素を組み合わせて作品を作っています。で、今回は小金沢武人さんと、北海道の知床の流氷をリサーチして、札幌の、駅前の地下にある融雪層って言って、その、札幌の雪を、除雪した雪を溶かすっていう施設が、なんか大きなプールみたいな、温水プールみたいなところがあるんですけど、そこでインスタレーションを作る予定でした。で、僕自身はその前からずっとその流氷のリサーチとかレコーディングをしていて、小金沢さんと行った去年、2020年の2月かな、が2回目だったんですけど、知床に行くのが。で、まあ2人で、録音したり映像を撮影したりしていました。で、まあ、ちょうどその知床に二人で行ってた時ぐらいに、まあ、どうやらコロナっていうのがあるらしいぞみたいなのが、だんだん分かってきて、で、いち早くその札幌で、
すごくコロナが流行りだして、知床にいるときはまだ全然そういう僕らのこととしてはなかなかまだ思えてなかったんだけど、いざ東京に帰ってみると、もうなんかコロナの状況になってたみたいな感じで、なんか最悪もこれからどうなるのかなみたいな感じで、まあ、眺めつつ、ただプランはどんどん考えていたんですけど、やっぱりその社会の状況がどんどん急激に変化したので、その当初の作品のプランもどん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 二人で自然に変わってたし、変えざるを得なかったっていう状況がまずあります。やっぱりその、最初の緊急事態宣言の中で、小金沢さんと僕がそれぞれ、都市でどういう過ごし方をしてたかとか、そういういろんな、なんだろうな、都市での生活っていうのもあるし、例えば知床の流氷は今、地球温暖化の影響を受けてどん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 減少してるっていう、その地球規模の環境の変化っていうことも、僕ら考えていたので、その、いろんな、なんだろうな、環境の変化っていうことがものすごいいろんなレベルで僕たちの周りで起こってるっていう認識がありました。で、それをやっぱりどうやって作品にするかっていうことを、まあ1年ぐらいずっと考えてはいたんですけど、まあそのアイデアがちゃんと決定する前にちょっと、リアルな展示は中止になったっていうので、その最悪のマトリックスに出してるのはその途中のものっていう感じになるんですけど、で、僕個人の話で言うと、それでも、去年はいくつか展示がリアルであって、水戸芸術館で道草展っていう、それこそ、環境とか植物をテーマにしたグループ展があったりとか、そうですね。これは Music for Environment って言って、その水戸芸術館で、その道草展の関連イベントとして、環境音楽をテーマにした、音楽イベントをやりました。まあ、簡単に言うとサウンドパフォーマンスをやったんですけど、まあ、ここに小金沢さんも参加していただいて、一緒にパフォーマンスをやったりしました。で、まあ、あとは京都で展示があったり、ちょうど先週までは、東京の、東京アーツ&スペースか、っていうところでもう展示があったんですけど、まあそうやって、そのコロナ禍だったり、ちょうど緊急事態宣言下の中で、展覧会を、まあリアルに結構開催していくっていう、ことをやってきて、まあいろんなことを考える。なんかこれからの展覧会ってどういうことなんだろうとか、コロナ以降の、まあそれこそ、ね、これからの例えば最悪、芸術祭っていうのはどういうことになるんだろうってこともすごい、実践をしながら考えてたっていうのが、まあここ1年ぐらいですかね。でまあこれは今、イートザエーっていうのは、小金沢さんと2人で、知床に行ったり、結構この1年いろんなとこに2人で、合図とか行ったりとか、いろんなリサーチをしながら、まあ、旅をしたんですけど、まあ、その旅の記録みたいなものが、この、映像作品の中には詰まっていて、ただ、まあ、僕らの、本心としては、やっぱりその、ちゃんとインスタレーションをやりたかったので、これはなんか作品と言えるかちょっとまだわからないんですけど、まあ、なんか、そういうリアルな展示は中止になっちゃったけれども、やっぱりその1年ぐらいのプロセスっていうのはものすごい、なんかすごく濃密で、まあ、小金沢さんとすごい仲良くなって、いろんなとこで飲んだり話したりしながら、いろんな、なんだろうな、思考が生まれてったんで、まあ、なんかそういうのを、まあ、今日ちょっといろいろみんなのお話の中で少しずつ話して、いければいいのかなと思います。とりあえずそんな感じです。はい。ちょっと待ち。
はい、ありがとうございます。もうまさにその、あれですよね、コロナ禍で今、まあ、いろんなその、緊急事態宣言も出ましたけど、お店がね、8時までとか、いろんな制限があるんですけど、どれが正しいかどうかっていうのは、結局まあ、なんでしょう、誰も実は正解を知らない中で試行錯誤してるっていうことだと思うんですね。だから、札幌は中止になりましたけれども、中止じゃなくて、実施をしているような展覧会もあるし、あるいは、まあ、美術館なんかももう閉館というかな、閉めちゃってるところもあれば、展覧会を実施してるところもあってっていう、まあ、どれが正解で、どれがその正解じゃないかっていうのは分からないんですけれども、しかしまあ、いずれにしてもその活動は、そのものは、様々なプロジェクトが継続されているっていう、まあ、一つの、まあ、諏訪さんの話もそうですけど、その辺はやっぱり、人ってやっぱりね、立ち止まることはできないので、いろんな形で活動していくっていうことは、まあ、別にアーティストだけでの話じゃなくて、いろんなところでいろんな方がいろんな工夫をしてやられてるっていうのが今の現状じゃないかなと思うんですけど。で、その次に先ほどちょっとお話しましたけど、実は亀野さんはその小金沢さんとユニットを組んでプロジェクトを進められてたんですけど、次はその小金沢さんからちょっとお話をいただこうと思いますので、よろしくお願いします。はい、小金沢です。あれ、聞こえてますか？はい。今、上村さんがお話ししていただいた、上村さんからお話ししていただいたみたいに、札幌の、融雪層という雪を溶かす施設、まあ、東京にはないですけど、そういったものの中で、インスタレーションするっていう作品だったんですけれども、僕たちが最初に抱いたイメージが、これは札幌っていう街の内臓だねっていう、体の中に入っちゃったみたいな感じがあって、でそれがすごく面白くて、これ内臓としたら何だろうね、胃袋みたいに何でも飲み込むとこがあるし、まあでもガバッと街の地面を開けて中にこう雪とかをいろいろ入れて、間違ってというか雪の中に埋まってたゴミも一緒に実は取り込んじゃうんですよね。で雪が溶けた後に自転車とかゴミも一緒にこう溶けてるっていうような感じで、面白い場所だったんで、まあ、胃袋もしくは呼吸するっていうようなそういうイメージがあった。どういうふうにそういうふうに作品を作っていくかっていった時に、僕もこう何て言うんだろう、人とコラボレーションして一緒に作るっていうのがそんなに多いわけではないので、上村君とは本当にこう今回密に、かなり密に、会話をしながら、対話をしながら作っていきました。で、まあそれはあとサイアフの方のマトリックスのサイトだったり、またこの後でお話ができるかもしれないので、ちょっとすごく駆け足で、僕がどういうことやってきたかっていうのをちょっとお話しします。大丈夫でしょうか。スライドの方はですね、もう2秒ぐらいでサクサクと飛ばしていってください。もうどんどん行きます。これは裸の劇場というカート、金沢芸術劇場というところでやった作品ですけれども、劇場内のライトなどが、勝手に作動するというような体で、どんどんこう観客がいないんじゃないですね。演者がいないんですけれども、演者不在のまま劇場がどんどん動いていくというような作品です。次は速度のラケ、これはですね、ちょっとこれ止めていただいて、これはですね、東京の高速道路を、走りながら、首都高っていうのはリングになっているので、一回も止まらないで延々と走り続けられるわけです。で、その延々と走り続けながら、街の明かりを、スローシャッターで、シャッタースピードを非常に遅くした状態でカメラをブンブン振り回しながら、街中を走ってたわけです。そうすると街の明かりでドローイングが描けると、思って描きました。で、これがこういったものがプロジェクター22台分使って、
大きい空間を埋めるという作品です。はい、次お願いします。はい、これは森美術館で発表した作品なんですけれども、いわゆるワイングラスの縁を撫でるとピーっていう綺麗な音がするんですけれども、グラスハープというそれを、それの音階、音階というかハーモニーを、綺麗なハーモニーを作って、部屋をぐるっと回した作品です。はい、次お願いします。無焦点世界、これは、ミモカ、丸亀市の、猪熊源一郎現代美術館というところで発表したものですが、一つの音に対して一つのそのサインウェーブの周波数が割り当ててありまして、どういう音かというと、ピーってそれも音なんですけれども、それがテレビや放送で使われるカラーバーの一つの色にその一つの周波数が割り当てられているんですが、それがゆっくりと混じり合うことで色とサインウェーブがどんどんこう波が変わっていくという作品で、ちょうどこの時テレビが地デジになって、昔の地デジじゃない時のテレビが大量に廃棄された時だったので、それを美術館の人たちみんなでこう集めてもらって、そういう、なんていうんだろう、ブラウン管の最後の、声みたいなものを作ってやりました。はい、次お願いします。電流の繁殖。これは、蛍光灯、これも250本ぐらい使ってるんですけれども、これはどういう作品かというと、全部蛍光灯が、これはスタート、スイッチを押したときに、カチカチカチッパッてつくタイプの、蛍光灯を使っているので、スイッチオンした時に一斉につくんですが、全部バラバラにつくんです。そのバラバラにつく様子を見せたいっていう、今全部ついている状態ですけど、これ1分に1回オンオフがあるんですが、オンした時にパラ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 っと、かなりこう、なんて言うんだろうな、映像的というか、動きが毎回違うんですよね。はい、次お願いします。はい、ここまでの作品が、全部じゃないんですけど、今回のサイアフでやろうとしていたことの作品の中で、自分の持っている、なんていうんだろうな、自分の歴史の中にもいろんな枝があるんですけれども、そのうちの一つで言うと、これ今お見せした作品全部ちょっと短いループというか、こういくつかの長さの違うループのものを組み合わせてランダム性を出そうっていう試みなんです。で、どうやったら人間がコントロールしきれない、人間のコントロールの外部に出れるかっていうことを僕は考えていて、完全にコントロールして綺麗なものを作るっていうことでもなく、自分がやりたいことを、自我をこう燃焼させるっていうことでもなく、どうやったら自分でも予想もつかなかった場所に出れるかっていうことをこのシリーズでは、シリーズというか、ここではテーマ的にやっているので、こういったことと、その大きい水槽みたいなところを使ったインスタレーションは相性がいいんじゃないかと思ってたわけです。で、そこで使う音と光に関して、最初に上村さんの方に話しに行って、アイデアをちょっと話して、そこから、あ、これは一緒にやった方がいいねっていうことになって、考えていったわけですけれども、先ほど上村さんが言われた通り、結局その現実に行く手前で頓挫というか、まあ、中止になってしまったので、作品に関してはちょっとまだっていうところですね。で、すいません、今ちょっとだけその出た変な黄色いベンツがあるんですけども、僕の普段の姿、じゃあお前は普段は何考えてんだっていうんで、たまたま今日ですね、ここ渋谷なんですけど、家から渋谷に行くまでに3つちょっとアートっぽいものがあったなと思って、アートっぽいって言い方がもうすでにあれですけど、これ思い出したのがあれですよね、こうホワイトハウスの電気を金で作って、それを送ったという、送ったのか本当にこれが設置されたのかっていうのがあるんですけれども、まあ、それを思い出しました。金色のベンツが止まっていてですね、これはホワイトハウスの便器だなっていう、ちょっとどこかでカトラン
マウリッツィオ・カプランの作品とどこかでこうくっついたわけです。あ、じゃあ次お願いします。これはですね、あのアトリエに行く途中の NPO 法人っていうやつなんですけど、赤白黄色、何やってるとこか全然わかりません。でも赤白黄色って書いてあって、赤が白い文字、黄色い文字、赤い文字、一個ずつずらしてある、赤白黄色ってずらしてあるんだけど、これ分かりやすいようでいて、本当に混乱させたいんだったらどうす、なんかね、これ僕アートのヒントがある気がするんですよね。これなここに、これ見て最初に思い出したのがコスース、ジョセフ・コスースの、フォーカラー、フォーワーズ・フォーカラーズっていうのとか、高松二郎のジーズ・スリー・ワーズとかっていう、あの言葉と色とその関係なんですけど、これ1個ずつずらしてるんだけど、赤は白で白は黄色で黄色は赤になってるけど、これ1個は合ってた方が面白いんじゃないかとか、まあいろいろそういうので、あのどこをずらして、どこまでずらせば本当にアートの面白いポイントになるのかっていうのを、僕はこれを通りかかるたびに考えるわけです。でいつもなんか僕の中で惜しいなって思って通り過ぎてるんですけど、次行きましょう。でこれはですね、あの後ろに映ってる一軒家が、僕のアトリエにしているところなんですけど、その手前に、トラックが3台止まっていて、でトラックが3台止まってるんですけど、このトラック3台は全部ゴミ箱になってるんですよ。でこれは持ち主が、トラックの持ち主が、あの運転席まで全部ゴミを詰め込みまくってるんですけど、不動産屋の人に言わせると、でもあの人たちは駐車場代3台分払ってるのよって。でこのトラックは全く動かないままなんですけど、これも非常に僕の中ではこう、これはねアートと関連付けて考えた時に惜しいなとは思わないんですよね。これは超えてきたなっていう感じがあるんですよ。なのでちょっとその辺、今あのこれ今3つこうたまたまですけど、今日自分の中での、アートだな、アートと関連付けたもの、こういったことを、まあ、考えてます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ聞いてるね、一般の方もそうですけど、アーティストっておかしいでしょ。そういうこう毎日そういうものばっかり見てるっていうの、ただ先ほどのね言葉の話なんですけど、昔まあ、亡くなった高倉健っていう俳優がタバコのねコマーシャルがあって、その大きな宣伝広告が街中にありましたよね。それが言葉では語り得ないものっていうのがあってね、言葉で語り得ないものを言葉で語るかっていう、まあそういう、まあまあそういう、まあある種の疑問っていうかな、そういうのって、まあ街中にあるので、それがいつか、実は、その作品に、直接じゃないかもしれないけど、つながっていくっていうのはね、面白いなと思うんです。だから、意外と、ね、世の中には、不思議な、っていうかな、これって何だろうっていうのは、結構あるんでね。まあ、実はアーティストの人たちっていうのは、そういうものにある種敏感であるっていう、のが知れてすごく面白かったんですけど、それではですね、その次に写真家の池田博さんにちょっとお話をいただこうかなというふうに思ってます。で、池田さんは愛の人たちの、まあ、一種のこう肖像っていうかな、ポートレートを撮られてるんですが、まあ、普通にこう、突然行って撮るというよりは、非常に時間をかけて、ポートレート、最終的にはポートレートの写真になるんですが、そういう人たちと長い間対話を続けた、上にそういうその撮影をするっていう、独特のそのやり方でされてるんですけど、まあそういうことも含めて、であるいは
まあ、あの今現在の活動も含めてまたよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。カメラマンの池田と言います。今、天野さんから、ご説明がありましたが、北海道に、住むアイヌの人たちの撮影を、2008年から、続けています。で、まあ、今回のその政府に関わるきっかけになったことからまずお話しさせていただくと、写真集、アイヌっていう、が、2019年の1月に、リトルモアっていう出版社から、出まして、で、その前、その後でしたかね。あ、まあ、天野さんに、ウェブメディア、ウェブマガジンでちょっと書評をお願い、したいなということをきっかけに、ちょっと、お会いさせていただき、まあ、その時ちょうど、何をやってるのかっていう話になりまして、で、まあ、ちょっとなんか宣伝みたいになりますけど、こう、写真集、この写真集が、アイヌの写真集が2019年に出版したものです。で、これの巻末に、現代アイヌの肖像っていう、インタビュー集が、5名のインタビューが入ってまして、で、まあ、僕はその写真を撮るっていうことで、基本的にはその、なんでしょう。まあ、ポートレートを撮りながら、まあ、そのアイヌの人たちとのコミュニケーションを撮りながら、まあ、その人を撮るっていうことをずっと繰り返しやってきてたんですけども、まあ、僕、写真の、なんでしょう、その写真が表現というものは、やっぱりもう、その瞬間的なものっていうか、一瞬のものでしかなくて、まあ、その過程にあるものっていうのは、すごく、まあ、時間が、いろんな、こう、被写体の人とのこういろんな、なんでしょう、教師部行く体験だとか経験だとかっていうものが、まあ、すごくこう、細かくいろんなことが積み重なっていって、その瞬間があるっていうふうに僕は考えてるんですけども、まあ、実際に、その、アイヌ、まあ、もうほぼ友人だったりとか、まあ、なんかもう仲のいい人たちの関係みたいなものを、まあ、言葉として、まあ、一つ、こう、なんか、巻末に載せれたらいいんじゃないかっていうことを、まあ、編集の、浅原さんという方と一緒に、まあ、相談しながら、巻末に載せた、載せてまして、で、それの、まあ、続編って言ったらあれですけど、まあ、写真は写真の強さはあるんですけど、まあ、やっぱりその、僕が、体験してきたことっていうものが写真以外の部分で、まあ、何かができないかということで、ちょうどインタビュー集を次じゃあやってみようかっていうタイミング、その過程の時に天野さんにお会いして、で、まあ、天野さんからも今どういうことやってるのかっていう、まあ、ことを聞かれ、まあ、今こういう感じで、まあ、ポートレートがメインではなくて、まあ、ポートレートと、まあ、そのインタビューをメインとした、作品を今、作ろうとしてますっていうお話を、したところ、あ、まあそこから、サイフで、じゃあなんか、その今のやってることを、アーカイブ、アーカイブ、オーラルのなんか見せ方みたいなものがもしかしたらできるんじゃないかっていうご提案があり、まあ写真だけではなくて、その音声、インタビューっていうものを、こう、ミックスさせたような見せ方っていうものの、展開を考えていくっていうことに、まあ、なりました。で、まあじゃあどういう形でこう音声を取らせていただくか、誰にお願いをするかっていうところから、やっぱりこれまでの会話っていうのは、まあその録音をしているものではなかったので、まああくまでもその僕とその、アイヌのどなたか、誰かっていう人との関係性のすごくまあプライベートなことっていうか、まあ別にそんなシリアスな話ではなく、まあ、ただ単にこう酔っ払ってこう、バカ騒ぎしてるような、まあ、そういう日常もあるわけなんですけど、まあ、さすがにそれを音に取るってなった場合に、まあ、もちろん了承を得た上で、それを、音を取らせてもらう。で、まあ、それをこう、映像をスライドさせながら、その音声っていうものを重ね合わせていくっていうことを、まあ、やれたら面白いんじゃないかなっていう、こ
ことを考えていました。まあ実際、それがまあ、もうまあ皆さんと同じように、まあ、結局コロナが、まあ、の影響で、まあ北海、東京から北海道に行くっていうことが、やっぱり困難って言いますか、まあ向こうにとってのリスクがあるっていうことを、まあ、やっぱり考えると、まあこちらのエゴで、まあ、それをすることっていうものはなかなか難しいなっていう。ことをですね。まあ、要は、まあ、書籍は書籍で、インタビュー集はやんなきゃいけないなって、やっていきたいなっていう気持ちはありつつも、まあ、インタビューをお願いしたい人が、やっぱりその、東京から来ることに対してのこう心配というか懸念がやっぱ強いということで、まあ、今回、結局、まあ、制作までには至らなかったっていうのが、現状です。で、まあ、中止っていうことになり、まあ、何か自分が、まあ、その関わりを持ってたら、まあ、その、財布に関して、関わりを持ったらって思ってたのが、まあ、まあ、ウェブだけで見せるっていうところで、なんか、あまりこう、関わりを持ててる時間がなかったので、まあ、今回このような形で、オンラインでの参加っていうことを、まあ、決めたっていう流れですね。で、じゃあまあその、まあ今東京でまあ自分がこう、どういうことをやってるかっていうことですが、北海道のそのインタビューっていうのは一段落してまして、まあそれの、実際の本の制作の方にこれから入っていかなきゃいけないっていう段階であるんですけども、まあそれをやりつつも、まあ今その東京の港区の人権プラザっていうところで、まあ、写真展を去年の12月からやってるんですけど、それも、緊急事態宣言で、一旦は、中止って言いますか、その、開館できない状態が続いたりとか、まあ、なかなかその、自分の発表の場っていうものもかなり影響が出てきて、まあ、そういう、やっぱりこう、ストレスが正直、まあ多分自分の中でもどんどん溜まっていってるんだなっていうことが、やっぱ日常的にあるなと。ただ、そうは言いながらも、まあ自分自身作品を作らなきゃいけない。で、北海道には行けない。ってなった時に、まあこれまで自分がやっぱりこう、興味関心を持ってきた部分っていうものは、まあ、やっぱり人に対する興味っていうものは変わらないので、まあ、北海道に通いながらもこう、いろいろ興味があったものが、どういうことだったのかっていうので、今、自分が通ってるのが、まあ、神奈川の方のイチョウ団地っていうその、80棟ぐらいある団地にいろんな外国人の方が住んでいて、ちょうどその、この間 NHK に流れたんですけど、そこの外国人の人たちのこう、取材っていうか、まあ、インタビュー、ポートレットっていう感じですかね、それを撮りたいなっていうものと、まあ今、恵比寿のウェブスにたむろしているウーバーイーツの人たち、外国人のウーバーイーツの人たちがいて、まあ、日常的になんかこう自分の違和感みたいなものがやっぱりこう、目に入ってくる中でのなんだろうなって違和感。だからまあ、基本的に作品撮りたいなと思うのはやっぱりなんかこう、違和感があってよくわからないなと思って、そこから知りたいっていうふうにこう、どんどん過程をこう踏んでいくっていうか、なので、まあ、それがどういう形にこう、結果つながるのか、ちょっとまだわからない手探り状態であるんですけど、まあ、先ほど天野さんがおっしゃってくれたんですけど、その、まあ、コミュニケーションを取るっていうことがすごく、やっぱり僕は大切にしてるっていうか、まあ、やっぱカメラ、写真を撮るっていうのはすごく暴力的な行為だって僕はどっかで思ってる部分があり、まあ、なんでしょう。僕はその、突拍子もなく写真を撮るっていうことが、そんなに得意ではないっていうか、そういうことはあまりしたいとは思わないんで、まあ、その人がどういう人なのかっていうことを、まあ、いろんなこう、仮定を立てるっていう仮説を立てたりとか、まあ、彼らのこう、話を聞いたときに、まあ、彼らの、その人のこう、本質的なものが何なのかなっていうことを考えたりとか、それが必ずしも正解ではない、のは分かってはいるんですけど、まあ、自分の中で極力それをまあ理解したいっていうか、まあ、他者を理解したいっていう気持ちがやっぱ常にあって、で、
まあ一番今僕の中で、まあ、ストレスっていうか、まあ、結局ストレスだらけなんですけど、やっぱマスクをつけてるっていう、まあ、仕方ないんですけど、まあ皆さんマスクをつけて生活をしなきゃいけない、僕自身もそうですし。で、ポートレートを撮る場合に、まあマスクを、まあ、ずらしてくださいっていうことすらもストレスだったりとか、まあ撮影をするに至るまでのワンクッションが増えてしまってるっていうのが今の現状だなっていうところですね。なので、まあ、そうは言っても、その状況は変わらない、すぐ変わるわけではないので、まあそこにこう苛立ちを感じてしまってもまあ仕方がない。まあじゃあまあ開き直って、まあ、その環境の中で何が取れるのかっていうところを模索しなきゃいけない。ね、まあ、結局、そのドキュメンタリーっていう形よりも、やっぱりポートレートみたいなところにこだわっていきたいなという思いがあるので、先ほどお話ししたその二つのテーマっていうのは、まあ、これからどういうふうな展開するのかわかんないんですけども、まあ、時間をかけながら、まあ、環境、まあ、今の状況がどう変化していくのかっていうことも踏まえて、まあ、撮影に取り組んでいけたらなとは思っています。はい。ありがとうございます。そうですね。まあ、移動ができないので、のでっていうかな、移動できないんだけど、あの、身近なところでテーマを見出していくっていうか、先ほどのその、小金沢さんのね、話もそうなんですけど、まあ、日頃その、新聞とか、あるいはまあ、テレビでいろんなことが報道されて、で、世の中どうなってるんだろうっていうことを、まあ、我々は知るわけですけど、おそらく、その、日本の中だけでも、もうそういう情報って多分ね、ほんのちょっとだと思うんですよね。ほんの少しだけしか分かってない。いろんな、まあ、池田さんの話じゃないですけど、その、日本のまあ、団地に住まわれてる、例えばブラジルの、日系のブラジルの人が住まわれてたりとか、あるいは、ベトナムの人たちのコミュニティがあったりとか、まあ、実にたくさんあるんですけど、そんなことは日常的に我々は知らない。別にそのニュースで伝えるわけでもないので、だけど、自分たちの身の回りの風景っていうのがね、いろいろその、テレビやメディアで伝えられているよりは、非常に複雑で、多岐にわたっているというか、多様であってっていう。で、まあ、実はその、写真家の人たちとか、まあ、アーティストの仕事っていうのは、そういうようなことを、まあ、実は知らしめてくれるっていうようなこともあるんですね。だから、そんなことがあるんだいっていう。で、まあ、単にその事実を伝えるっていうだけじゃなくて、まあ、そこにある種のこう、アーティストが介在することで、単にニュースみたいに伝えるわけじゃない、まあ、それがまあ、表現という言い方なんでしょうけど、そこがね、面白いとこだし、ですので、その、作品、まあ、作品ってその、パッと見ただけじゃよくわからないっていうのは確かにあるんですけど、ただもう少し突っ込んで、まあ、こういうふうにアーティストの人たちのお話を聞いたりとか、っていう風になってくると、まあ、がぜんと、その視野というかな、作品についての理解の深度が深まってくるっていうのは、やっぱり確かにあるなっていう感じはしますね。で、実はですね、最後に吉田慎也さんにお話をいただきたいんですけど、ちょっと通信の環境というか、通信のその具合があまり良くなくて、音だけっていうかな、ご本人がちょっと出てこないんですけれども、それでちょっとお願いしたいなと思うんですけど、吉田さん大丈夫ですかね？あ、もしもし、はいはい。聞こえてますか？あ、聞こえてない。聞こえてますか？
聞こえてます。もしもし。聞こえてますよ。あ、すいません。なんか僕、島根にいるんですけど、もう本当になんか電波が悪くて、ちょっと途中で切れちゃいました。まあ、声だけで、でも、伝えることができるんであれば、よろしくお願いします。あ、はい。すいません。今、声は正常に聞こえてますか？聞こえてます。あ、聞こえてるでしょうか？はい。聞こえてます。ですね。すいません。僕の声聞こえます、まだ。吉田さん、ちょっとかなり、接続っていうか、Wi-Fi の環境が、Wi-Fi の環境というよりも、なんか、今日に限ってちょっと、なかなか伝わらないんですけれども、一応、じゃあ、ちょっと、回復するまで、これまで、諏訪さんに始まり、上村さん、小金沢さん、それから池田さんにお話をいただいたんですけど、今までの近況みたいなことも含めてお話をいただきました。それで、できれば、今回の、その、冒頭にお話ししましたように、単純に中止をして、そこで幕を下ろすということじゃなくて、できるだけ、ほぼ全容が固まっていたいということもあるんですけど、こういうふうに、配信をするプログラムを、今、実際に実施してるわけですけどね。そういうことも含めて、今回の再発っていうか、札幌国際芸術祭の取り組みについて、忌憚のないご意見というか、それはそれでよかったよいということもありますし、それから、こういうふうにもうちょっと工夫した方がいいんじゃないっていうふうなことも含めてお話をいただけたらと思います。それで、ただディスカッションっていう、全員が同時に喋ってしまうと、なかなか聞いてる方がわかりにくいということもありますので、できましたらちょっとこう挙手をいただいてですね、で、その都度ちょっとお話をしていただければありがたいなというふうに思ってますが、いかがですか？なかなか挙手って、難しいと思うんですけど、当てちゃうよっていうことも、あれば、こちらから、ご指名をして、お話をいただければというふうに思ってますけど、最初の順番っていうわけじゃないんですけど、諏訪さん、どうですかね？今回の取り組みについても含めてですけど。ここ数日、作業しながら、SIFE TV、結構アーカイブもされてますよね。YouTube で、過去の配信も見れるんで、結構ラジオ代わりにずっと聞いてたんですけれども、すごく、なんていうのかな、作業表にすごくいいなって言ったら失礼なんですけど、ものすごく熱意を込めてやってくれてるっていうのがすごい伝わっていて、で、正直、あんまり、中心になったからどうこうってあんまり考えてなかったんですけれども、例えば、結構象徴的な出来事だと思うんですよ、こう、サイアフが。延期ではなく中心になったっていうのは。例えば、国内で行われている、国際芸術祭って言われるもので、中心になったものっていうのは、その中で一番大きなものだと思うんですよ。例えば横浜の場合は強行しましたよね。で、オリンピックが、東京オリンピックっていうのは一度中止の経験をしているんですけれども、それはすごく後の歴史家にすごく振り返られるものだったと思うんですけれども、それと同じように、なんていうのかな、サイアフのその中止の会っていうのは、
将来何回もこう振り返られる対象になると思うんですよ。だからそういう意味ではすごくしっかりアーカイブを作ったりとか、こういうイベントをやったりっていうのは非常に意味深いものじゃないかなっていうふうには考えています。だから、なんていうのかな、こう不完全な形でなし崩しでね、やってしまうよりは、本当、中心になった中で何ができるのかっていうのを試行錯誤したっていう記録っていうのは、将来的に何度も振り返られると思います。そういう意味では良かったんではないでしょうか。ありがとうございます。私の声聞こえてますでしょうか？大丈夫ですか？吉田さんが何とか、工夫をしていただいて、お声をいただけそうなんで、吉田さん、よろしくお願いいたします。大丈夫ですか？すいません。はい。聞こえてるでしょうか？OK です。聞こえてます。あ、聞こえてますか。はい。じゃあ、すみません、いろいろすっ飛んでしまったんですけども、今の活動を少し話す感じで大丈夫ですかね。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと写真をちょっと渡していると思うんで、それをなんとなく見せてもらいながらちょっと少し説明していこうかなと思います。で、最初に島根の方の写真をちょっと、出していただいて、で、僕はですね、今島根にいるんですけども、まあなんで、島根にいるかっていうと、まあ緊急事態宣言が出て、まあ、それまで横浜にいて、まあ、当時、大学に通っていたんですけども、まあ、緊急事態宣言が出て、まあ、大学に入れなくなって、しまったっていうことがあって、まあ、それで、まあ、もうここにいても、まあ、あまりやることはできることはないなっていうふうに、まあ、逆にそう考えて、で思い切って、まあ、7月から島に引っ越して、まあ、ラフカリオハーンっていう、明治期の、まあ、文豪がいるんですけども、そのラフカリオハーンをテーマに今、作品を進めている最中です。で、今、多分松江の写真が何枚か写ってると思うんですけども、まあ、おそらく、まあ、宍道湖っていう、まあ、松江にはその、結構日本でも大きい、まあ、湖があったりして、まあ、それを、そのあたりは、まあ、ちょっとスナップ写真みたいな感じで撮っていったりとか、まあ、あとは多分、すいません、ちょっとこっちから見えてないんであんまりわかんないんですけど、出雲大社の写真であるとか、あとは少しもっと、まあ、広島の方っていうか、内陸に寄ってった方の、まあ、山深い、風景だとか、まあ、そういう写真があったりすると思うんですけど、まあ、それは多分7月ぐらいに、まあ、撮ったもので、まあ、そこからその、今度ちょっと九州の方の、写真を見せていってほしいんですけども、大丈夫でしょうか？見てますよ。あ、はい。今、で、九州の方、で、まあ、こっからの写真は、まあ、実際に作品の、映像の副写であったり、まあ、作品で使うつもりで撮ってった映像の、まあ、スクショなんですけども、まあ、今年の8月の末ぐらいに、まあ、松江から、出発して、で、九州
に行って、で、まあ、主に九州の、熊本であるとか、あとは長崎で、まあ、1週間ぐらい、まあ、1、2週間ぐらい行って、まあ、かなり暑い中撮影をしていたんですけども、で、まあ、なんで九州に行ったかっていうと、そのラフカリオ・ハーンが、書いた、紀行文があるんですけども、まあ、それが夏の日の夢っていう紀行文で、まあ、その作品世界の舞台となっているのが、そこの、まあ、九州であったり長崎であったりするので、まあ、彼の足跡を追うっていう、まあ、意味でも一回そこ行って、まあ、撮影したりと、まあ、そういうふうな感じで、まあ、今はそういう感じで、今というか、まあまあ、夏はそういう感じで過ごしていて、で、まあ、今はなんかそれを編集したりとか、まあ、しているっていうところです。わかりました。そういう感じなんですけども、すいません、なんかちょっとあんまり説明しきれない。天野さんの声も聞こえてますよ。聞こえてますか、僕の声。あ、聞こえてます、聞こえてます。うん、吉田さんは、この間の、大学院の、修了展で発表されましたよね。はい。それは今まさにお話をされているラフカディオ・ハーンをめぐる、作品だと思うんですけど、これは完成したというよりは継続したやっぱり作業になるんでしょうか。そうですね。まあ、一応形にして、まあ、終了点では出したっていう感じで、今後ももうちょっとこう、まあ、撮影したりとか、まあ、追加撮影したりとか、あるいは同じそのラフカリオ・ハーンっていうのテーマでもうちょっと別の形、例えばこれはシングルチャンネルの映像なんですけども、まあ、インストレーション形式であるとか、まあ、あるいは写真であるとか、まあ、ちょっと、メディアを変えたりとか、まあ、そういう一つのプロジェクトで、まあ、いろんな、こう、そこからこう派生していくようなふうに感じで、まあ、ちょっと、しばらくはやっていきたいなというふうに思っています。なるほど。まあ、これお聞きになってる皆さんにね、吉田さんのその映像作品、今回札幌で上映を予定してた作品もそうなんですけど、実は私は吉田さんのその終了点でラフカディオ・ハーンをめぐる映像作品を見させていただいて、まあそれこそね、細かいところはまあいろいろ修正があるんでしょうけど、僕はもう大学の関係者じゃないので、まあ言いますと、本当にね、優れた作品だと思うのね。だから皆さんもいつか、その吉田さんがその作品を、まあ何らかの形で完成させると思うんだけれども、もう本当にね、楽しみにしていただいてもいいと言っていいぐらいの作品だと思ってるんですけど。で、まあ、ついでながらね、今回のこういう取り組み、まあ今、吉田さんはその島根にいらっしゃって、遠方から参加していただいてるんですけど、で、こういう取り組みについてのちょっとこう、まあ感想というかな、ご意見ちょっといただくとありがたいんですけど。芸術祭の取り組み、そうです、そうです。まあ、こういうその配信をしたりとか、吉田さん自身の作品についての配信はすでに終わってるわけで。はい、はい、はい。そうですね。まあ、僕はその国際展に参加するっていう経験が初めてだったんですよ、正直に言うと。で、初めての芸術祭、国際展で、参加するっていうことだったんですけども、こういうまあパンデミックの誰も経験したことがないようなことが起きて、で、まあ、世界中のそういう芸術祭とかが中止に追い込まれたりして、札幌もまあ、中止になったりして、で、もう訳が分からないって感じなんですよ、正直。まあ、何もこう、なんていうか、一体何が起きてるんだっていう感じで、まあ、ちょっと見てたんですけども、本当にその芸術祭の中止を切った時もすごくショックだったので、すごくこうモチベーションもあったし、
非常にその札幌で、まあ、今回札幌に出すのは花岡、秋田の花岡を舞台とした映像作品だったんですけど、それが札幌でどういうふうにこう表示されていくのかっていう、まあ、そういうのもすごく楽しみだったんですけども、まあ、それが中止になってしまって、で、ちょっと運営も、もってどうにかなんなかったのかなみたいなことも思ったりもちょっとしたんですけど、そこから、そこからすごく、中止になってからがすごくその運営側が、その現在の運営側がすごくこう、アーティストをサポートしてくれたりして、僕はなんかすごく感動すら覚えるような、よくここまで来れたなっていう感じで見てました。で、すごくできたその特設サイトも本当に素晴らしいなと思って、僕の作品もその全編一応載せたんですけど、まあやっぱりあの作品は現地でやっぱ見るべきものなのかなと思っていて、まあ何かこうどっか別の機会があったら札幌とか、北海道とかでまた、まあ別の土地でもいいんですけども、まあ上映とかできたらいいかなっていう。すみません、答えになってるか分かるんですけど。いえいえ、ありがとうございます。まあ、おそらくその、ね、諏訪さんからも、吉田さんからも、来せずして、私はね、だから、札幌にいるわけじゃないので、やっぱり札幌の、その、これを支えてる多くの人たちが、まあ、スタッフがね、かなり相当頑張った。っていうのはね、そういう言葉をいただくと非常にありがたいなと思うんです。で、まあ、いろいろ問題はあるとは思うんですけど、一つはだからね、中止にする、継続、まあ、継続っていうか実施する、でもこれはどちらでもない、まあ、オルタナティブっていうか、第三の選択っていうかな、っていうような、ことだったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そのあたりなんか、この機会にちょっと一言、ちょっと言ってみたいっていう方いらっしゃったら、ちょっと、もうそろそろね、時間が迫ってきてますんで、言葉いただくとありがたいんですけど、どうでしょう。諏訪さん、もう一回あります?なんか。ああ、じゃあ、上村さん、どうですか?まあ、そういうことに関しては、その、多分、中止になった直後に、浜田さんと小金井さんと飲んだりしたことの中で話したことがあるんですけど、まあ、もちろん、その、大前提として、その、中止になった後に、いろんな、その、芸術祭の運営の方だったりとか、スタッフの方だったりとか、キュレーターの方が、いろんなその初めての経験の中でいろんな悪戦苦闘をしていただいていろんなことをケアをしていただいて、まあ、今に至ってると思っていて、それは本当に、まあ、人類が初めて経験したことなので、そこに対しては本当にいろんな感謝とかいろんな、なんだろう、思いがあって、まあ、まあ単純に感謝をしてるんですけども、まあすごく、なんだろうな、語弊を恐れずに言うと、実践、なんかアーティストが、僕の個人的なアーティストとしてのアイデアはもうちょっとあったなっていうふうに勝手に思ってるんですね。もちろんその運営で、例えばいろんな政治的なことだったりとか、いろんな経済的な面だったりとか、いろんな状況は僕らが計り知れないことがもちろんあって、そんなの、僕が言ったアイデアなんて、なんかそんなの絶対無理だよっていうふうになるとは思うんですけど、ただなんか、その、やっぱり、あれ?これ聞こえてる?なんか、なんだろうな。まず一つは、中止っていう言葉がすごくちょっと強すぎたんじゃないかなっていうふうに思ってますね。っていうのは、なんかもうちょっと僕、それこそ中止になった直後にお話ししたこととしては、なんか、再起動っていう言葉とか、もうちょっと何か違う言葉があって、そこでもうちょっとこうアイデアを構築できる
っていうことはあったんじゃないかなって思ったっていうことが一つ。やっぱり中止ってすごいネガティブに聞こえるし、なんかもうちょっと違う言葉があったんじゃないかなっていうのが、あの中止直後に思ったこと。で、もう一つは、やっぱり、なんだろうな。どうしても、特に僕はそのサウンドインスタレーションとか、その、すごく体感するような作品を今回計画し、コガネザさんと計画していたので、やっぱりオンラインでは全く何も伝わらないっていうことがあるんですね。で、そういった時に、その、まあ、それこそ本当に中止になった後にみんなで飲んだ時に話したように、なんかこう、サイアフの運営とか事務局とか、その、運営側に全部集約してから何かを立ち上げるんではなくて、やっぱり今インターネットとかいろんなメディアがせっかく発達しているので、そのサイアフに参加しているアーティストって世界各地にいると思うんですね。で、そこで、その、自分たちができる範囲でいいので、例えば、東京にいる人は東京でなんかプロジェクトをやったり展示をしたりとか、例えば、わかんないけど、ニューヨークにいる人はニューヨークで何か、オルタナティブなスペースでもいいので、やれる範囲で何か展示をするとか、ロンドンにいる人はロンドンで何かをやるとか、そういうなんか、いろんな、その世界各地に最悪の、その、種をまいて、そこで少しずつ芽が出てくるようなイメージを持ってやれば、そこにインターネットとかいろんなオンラインっていうのを活用すれば、もっと、なんか、まあ今回はできなかったけど、なんか今後そういうことって多分あってもいいんじゃないかなと思うし、なんか、もっとアイディアって本当は出せたかもしれないとは思うんですね。もちろんその、いろんなね、状況の中で早く決めなきゃいけないことってたくさんあったと思うんですけど、なんかそういうことだったりとか、やっぱりその、まあ、サイアフは中止になっちゃったけど、去年いろんなリアルな展示を僕経験した中で思うのは、まあ、今後何か展覧会を開催するっていう時に、バックアッププランも常に考えなきゃいけないのかもしれないっていうのは常に思いました。例えば、先週までやってた東京アーツ&スペースでやった展覧会っていうのは、本当に緊急事態宣言の期間中に本当に開催されたんですね。年始から始まって2月の7日で終わる。まあ、緊急事態は延長されましたけど、で、そういう中で本当に開催できるかできないかっていうのは、本当に大晦日、年末、年始、判断がつかないような状況で、まあ、アーティストは特に不安の中でやるしかないんですけど、で、そういった時に、やっぱりもう、一つのインスティテューションとかスペースに頼り切って、展覧会を考えてるだけだと、もう、ちょっと難しいのかもしれないっていうふうにも思ったんです。だから、例えば友人のアーティストランスペースをやってる人に相談して、もし東京アーツ&スペースがダメだった場合、は、バックアッププランとして、そこで、大体、オルタナティブな展覧会をするっていうことも考えてはいたんですけど、まあ、運よく今回は、東京アーツ&スペースでできたんですけど、なんか多分芸術祭とかも、やっぱりそういうことを、まあ、これから想定していかなきゃいけないのかもしれない。コロナって、いつ収束するかもわからないし、まあ、収束したからといって、また違うものが出てくるかもしれないし、なんか、かなり、すごいポイントに今自分たちはいるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、なんか、そういうアイデアを、もうちょっと運営側とアーティストがコミュニケーションを取りながら、アーティストだって多分いっぱいいろんなアイデアを持ってると思うので、そこがもうちょっとこう、ディスカッションしながら少しできた方が良かったんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけど、もちろん、今、こうやって、ね、サイアフの TV とかいろんな、マトリックスとかいろんなことをやっていただいてるのは、もちろん感謝とかいろんな大変なことがあったんだろうなっていうのは、もちろんあると思うんですけど、まあなんか今後のことを言うと、やっぱりそういうアイデアってどんどん出せるんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい。ありがとうございました。
いや、っていうかありがとうございましたっていうか、それ、一見その、どういうふうにして実現すりゃいいのかいっていうふうにも聞こえるような話なんですけど、ただね、このコロナ禍、コロナ禍で、まだその2021年ももう真っ最中ですけど、これが、いつ収束するかはまあ、置いといても、おそらくね、収束した時っていうのは、相当いろんな、日本も含めてそうですけど、相当その疲弊するんですね。で、こういうその、特に日本の場合は、公的な資金でもってこういうその国際展をやったりとか、あるいはまあ、美術館の展覧会もそうですけど、で、この公的な資金っていうのがもう明らかに、大幅に減っていきます、それは。で、そうした中で考えるとね、今のその上野さんの話っていうのは、単に一つの自治体とか、単に一つの美術館とかで、取り組むのではなくてですね、いろんなところが総力戦っていうかな、お互いに持ち得る、その可能性っていうかな、まあ、資金のこともそうですけど、それで組んでいくっていうかな、そういうこう、オーガナイゼーションっていうのは、結構リアルな話になんか見えてくるんですね。で、うん。じゃあ、はい、どうぞ。あ、すいません。あとね、もう一つだけ、言い残したのは、やっぱり、芸術祭とか展覧会の時間のスパンっていうのを見直さなきゃいけないんじゃないかなと思ったんです。つまり、まあ、中止直後はすごいなんか、悔しい気持ちもあって、まあ多分酔っ払ってたもあって、わーって言ったと思うんですけど、今年でね、終わっちゃう芸術祭じゃなくて、次回の芸術祭までずっと、まあ3年間ぐらいあるわけじゃないですか、次回の芸術祭まで。そこまでちゃんとこうずっと、なんかゆっくりでもいいから少しずつ継続していけるようなビジョンを立てた方が、なんか今後はいいんじゃないかなって思ったんですね。やっぱり、2021年の2月で終わりみたいな、じゃあ、で、次回がありますっていうよりは、で、それでやるとすごく無理があるし、もうちょっとその長い時間、ゆっくり、アーティストだってキュレーターだって、それぞれ他の仕事が、プロジェクトがあったりする中で、その中でもサイヤフっていうのを少しずつこう継続していけるような、そういうプロセスを作っていったらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。このあたりは、他の、皆さんはいかがですか？どうぞ。聞こえてますか？はい。はい、今の上村くんの話を引き取るような感じですけど、なんでしょうね、芸術祭の祭の部分、お祭りっていう部分は最後にこうオンラインで、怒涛のオンライン構成で盛り上げてもらって、本当にこうお祭り感すごいあって面白いと思うんですけど、こう芸術の部分で言うと、芸術っていうものをどういうフレームに入れて観客に見せるかとか、芸術の部分、アートってそもそもっていうようなところでもっとね、いろんな試みできるような気がやっぱりしています。例えば今の時間軸にしても、こう予算をもらってる以上年度できるとか、名目上これに使わなきゃいけないお金が予算があるとか、そういうのをまあ大人の事情とかって言いますけど、あんまりそういうこと関係なく、プランですから、今回はどうせ中止になっちゃったんだから、アーティストがそれぞれ、いや、このアイデアはこういうのだよっていうのを、例えば村上さんとかは看板の裏にもう定住しちゃうとか、そういうなんかそういうプランでいいプランだから、もうそういうのはどんどんやっちゃえばいいと思っていて、そういうなんて言うんだろうな、こう現実的じゃないけれどもビジョンとしてこんなことまでっていう広げるっていうアイデアはもっと見たかったなと思いました。ありがとうございます。はい、まあね、どうかな、美術とか芸術とかを、まあ、こういう言い方すると語弊あるかもしれないけど、いわゆるこう、県とか市とかね、国とか、お役所がやりましょうって言うんだけど、美術に手出すと大変よっていうのは一方であるわけでね。そんなに制度的に収まらないっていうのに手を出すと、やけどどころの騒ぎじゃないっていうのは本当はそうなんですよね。だけど、まあ、実際は会期が決まって会期で終わる。
っていうことを、なんとなくみんなは、まあ、守ってるって言ったらおかしいんですけど、ただそんなもんじゃ実はないっていうことは間違いないと思うんですよね。今の高齢者さんの話もそうだけど、で、そういうような、その、方法が将来取れるかどうかっていうことを考えたときに、僕は何度も言うんですけど、実はその、環境自体は資金的な環境も含めてそうですけど、あまりよろしくない時代に入れば入るほど、この今いただいてる話っていうのは極めて有効な感じがすごくしてるんですね。うん。だから、まあ、お役所的って言い方もなんかちょっと古いんであんまりしたくないんですけど、だから、だってみんなが生きててみんなが活動してるのは間違い継続してるわけで、で、そういうようなことも射程に入れた何者か、僕もそれはわからない。芸術祭なのか、ね、展覧会なのかわかりませんけど、そういうことってやっぱり、これから案外問われるんじゃないかなっていうふうな予感はしないではないですね。と思います。なんか、後半ね、いよいよっていう時に、すごい面白い話になってきたんですけど、これをこのまま朝までやるか、予定調和的に、予定調和的に、もうじきちょっと締めるか、この辺はもう皆さん覚悟次第なんですけど、まあ、ちょっと、吉田さん、どうですか？今の話を聞いて。吉田さん、聞こえてますか？あ、聞こえてます。はい。この話題はいかがでしょうか？難しいですね。いやいや、もう、言いたいこと言えば大丈夫ですよ。遠慮しないで。ちょっと、すいません。考えがちょっとまとまらないです。あ、すいません。それを知っていながら振ってしまってすいません、申し訳ない。まあでも、なんかね、その枠組みがあって、枠組みの中で話し、枠組みを前提として話をするっていうのも、もちろんそうなんですけど、その枠組み自体をどう考えるかっていうことについてもね、少し今日話ができたいっていうのは、私自身は意義があったなっていうふうに思ってるんですね。で、こういうことを将来、その実現可能にするかどうかっていうのは、当事者っていうか、もちろんその表現する側もそうですけど、実はこれを受ける側、受容する側ですね。その展覧会を見に行こうと思ってる人たちにとっても、その日常生活をどういうふうにして乗り越えていくかっていうことと、僕は結構ね、通底してると思うんですよね。だから、単にこう、その、いわゆるこう関係者だけの話じゃなくて、普通に生活をしている人たちにとっても、なんか意味のあるような話じゃないかなと思うんですよ。で、まあ、何度も言うんですが、これどういうふうにして実現させるかどうかっていうね、道筋っていうのは今すぐに分かってるわけじゃないんですけど、まあ、季節してそういうお話が出たいっていうのは非常にありがたいっていうふうに思ってます。なんていうふうに考えてると、ちょうどね、今、7時半でお時間が来ました。で、まあ、大体こういうのって、さあ、これからっていう時に時間になってしまうっていうことがね、そういう嫌いがあるんですけれども、でもまあ、そうは言っても、割といいとこまでいけたんじゃないかなっていうふうに、思ってるんですけどね、どうですか？まだ、もうちょっとこう、お話をしたいっていう方いらっしゃったら、ぜひ、お願いしたいんですけど。いかがですか？大丈夫？じゃあ、今日は、皆さんね、いろんなと、いろんな、ね、ところに、から発信していただいて、私もレマンコの近くですからね、なんて言ったって。で、いよいよ、明日、最終日、
まあちょっとディレクターのトークなんかはあるんですけど、今日は本当に、トークから皆さん参加いただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。